こちら、葛飾亀有公園前発出所こちら、葛飾亀有公園前発出所こちら、葛飾亀有公園前発出所ザムービーに UFO、襲来、トルネード大作戦。こちら、葛飾亀有公園前発出所ザムービーに UFO、襲来、トルネード大作戦。は2003年12月20日に公開された、こちら、葛飾亀有公園前発出所の、 劇場アニメーション映画版第2作目である。エンディング曲はセックスマッシンガンズ語れ涙。2010年8月19日2時47時分にはフジテレビ系列でテレビ初放送された。ある日、亀有の河川敷で UFO の目撃情報が相次いだ。両津勘吉は早速ホンダ即人と共にミステリーサークルを作り UFO グッズを売って 儲けようとする。しかしミステリーサークルと直後に、群衆の前に現れた UFO は両津自身が死亡した、やらせだったことが発覚。例によって、大原大二郎の大目玉を喰らうのだった。ふてくされる両津の背後に、突如現れた巨大な UFO はそのままどこかへ飛び去ったが、両津はそれに気づくことはなかった。数日後、公演前派出所のメンバーは、 持ち回りの研修旅行で、ハワイに行くことに。先日の騒ぎもあって一人置いてけぼりとなった、両津だが、荷物に紛れて、こっそり飛行機に搭乗。キャビンアテンダントになりすまして、大原の土産を機内で2倍の1500ドルで売り飛ばし、さらにハワイでもアロハ、藤山と、名乗り大原と、寺井大一に、詐欺容疑で、ホノルル警察に追い回される。だが、そんな、 両津のもとに、少女のカルセスナ172が開い、両津を救い上げていった。両津を助けたのは、ミーナという名の15歳の少女だった。ミーナは、飛行機の操縦が得意で、アクロバット飛行までして、両津をビビらせた。実は、両津には、小学生の頃ハワイに転校していった、親友、竜兵がいた。今回無理やりついてきたのも、 そのヨンピョンに会うためだったのだ。だが彼が住んでいるはずの町、ヒロで、両津は、龍平が15年も前にすでに亡くなっていること、自分を助けてくれた少女、ミーナが彼の一人娘であることを聞かされる。その夜両津は、ミーナが、ステージで歌う豪華客船のパーティーに参加した。だがそこで、謎の男がミーナを、じっと見ている。その顔に、 ヨンピョンの面影を見た両津は彼に声をかけるが、その時、謎のテロリスト集団が突如船を襲撃してきた。彼らに連れ去られるようにヘリに乗り込んだ男は、両津に、カンキチヒリューマルが暴れ出すぞ。という言葉を残していく。男はやはりヨンピョンだった。ヒリューマルとは、彼が小学生の時に自作したラジコンの UFO だ。 豪華客船は沈没し、両津とミーナは、ホノルル警察に保護されるが、ヨンピョンの父親としてのミーナへの愛情を信じられず、自分と母を捨てた竜平が許せないミーナは、彼を信じろと訴える両津と言い,い争いになり、両津に、テロリストの濡れ衣を着せる。その夜、一人苦悩するミーナは、幼少時に母親に託された、ヒリューマルと書かれた UFO の存在を思い出す。 ミーナは護送中の両津を冷戦で救出し、二人は日本に向かう。両津が逮捕されて間もなくのある朝、日本では隅田川から巨大な UFO が出現。下部に竜巻を発生させ、浅草の戦争時と中見世通りを全壊させる。今まさに首都東京が壊滅されようとしていた。事件を知った、派出所のメンバーは、急遽、中川慶一の自家用。 ジャンボジェットでキロに着いた。両津も、ミーナと共に、冷戦を買って、日本へ向かうが、途中で冷戦の燃料が切れてしまう。その上をたまたま通りかかった、中川の自家用、ジャンボジェットにロープをくりつけて引っ張っていってもらうものの、大型台風に巻き込まれ、ロープが切れてしまう。発出所に不時着するがすぐに、飛龍丸が来て葛飾諸上空に着陸する。 果たしてヨンピョンに何があったのかそして、リョツは、ヨンピョンを救い、首都東京を守ることができるのだろうかセリフはないが、終盤には、特殊刑事課の面メ々ンメンや、リョーツや、亀有商店街の人々、乙姫、七、爆竜大佐、ジョディ、電極スパーク、電極、日暮ら水熟睡難なども登場している。 本作の DVD は2004年7月14日に発売及びレンタル開始された。ありがとうございます。